E プラスホームページをご覧の皆さん、ナッシングスカーブドインストーンギター部方です。ボーカルギター村松です。俺たちナッシングスカーブドインストーンは6枚目のアルバムストレンジャーズインヘブンをリリースして、はい、そのままツアーに出ます、うん、ナッシングスカーブドインストーンストレンジャーズインヘブンツアーに出ます。はい、はい、うん、関西はねファイナルがなんと、そうなんですよ、大阪なんですよ、うん、10月25日土曜日に、大阪ゼップナンバでライブがあるので、はい、ぜひ遊びに来てください。どんなライブにしますかね。そうだね、うん、ゼップナンバー俺たち実は初めてで、 そうだね、それだけで結構楽しみだったりするんだけど、うんうん、でもまあそうだな、これ、まあ、全箇所共通して、うん、まあぶち上げで行くつもりなんですけど、うん、なんつってもツアーファイナルじゃないですか。そうだね。でそこまでにあのバンドってさ、うん、こうツアーやってこうアルバムの曲やればやるほど曲って育つもんじゃない。そうだね。だと思う。むしろまだねこれから、うん、ね、うん、本当にライブツアー1本目からね、うん、1回1回どんどん変わっていくもんだからね。そう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 、うん、こうちょっと育ててね、うん、ちょっとなんか強いポケモン作っていくみたいな。ああ、まあそうだよね、うん、その集大成か。そうだからなんかこうゼップナンバーでどんなポケモン出てくるんだみたいなそうだねいやいや、わかりやすいんじゃない、うん、これ一人で俺知らないけど、うん、一人で笑ってるみたいな、ちょっといやいや、でも本当そうだね、うん、なんかあの、うん、とにかく俺らは全力でやるんで、うん、ぜひアルバムを聴いて、はい、気に入ってくれた方は遊びに来てもらえると嬉しいです。はい、ぜひ10月25日、うん、ゼップナンバーでお待ちしてます。ナッシングスカーブドインストーンギター部方でした。ボーカル村松でした。